真田広之さんの最新映画ザ・レイルウェイマンが明日全米で公開されます。これに先駆けて先日ニューヨークで特別上映会が行われ、真田さんも登場。クゲキャスターが単独インタビューしました。 I'm so happy to be a part of this movie as a Japanese born actor. 日曜日、マンハッタンのジャパンソサエティで行われたザ・レイルウェイマンの特別上映会。第二次世界大戦中、日本軍の捕虜となったエリック・ローマクスはそこで厳しい拷問を受けます。終戦後は妻と平穏な日々を過ごそうとしますが、戦争で負った心の傷は癒えず閉じこもるように。そんな時、拷問の現場にいた日本軍の通訳永瀬が生きていることを知り訪ねて行きます。そして永瀬を激しく責めるのです。I did not expect you to be alive. No, of course you didn't. She thought you got away with it. この物語はローマクスの自叙伝をもとにした実話で、主演は共にオスカー俳優のコリン・ファースト、ニコール・キッドマン。真田さん演じる永瀬はローマクスと再会し、二人の心は次第に変化していくのです。本当のことに基づいて書いたと思うんですけども、あまりにもちょっとこう予知していなかったようなその終わり方をしたということで、ある意味でショックでしたし、ある意味で人間ってすごいなと。 I was incredibly moved by it. It was very, again, compelling and convincing that he felt those feelings of regret and that he too lived a sort of tortured life. 実は真田さん、モーニングアイには何度かご出演いただいています。クゲキャスターがお話を伺いました。まだ早速なんですけれども、今回のザ・レイルウェイマン、この脚本を一番最初にご覧に読まれた時、どんなふうに思われましたか？ひたすらショックでしたね。実際にこういうことが起こったのかということをすら知らなかった自分がショックで、それと同時にこんな体験をしながらもこう和解をした2人がいるという、そのいい意味でのショック、感動、その両方でしたね。この作品の、和解されたお二人、この貴重なモデルをこう見せら読ませていただいた時に、あ、これはちゃんと世界に伝えて語り継いで、二度とこういうことが起こらないように、そしてそんな中でもこうして友情を芽生えさせることができた人たちがいるんだという、それをやっぱり伝えなきゃっていう、そしてそれも日本で生まれ育った人間がちゃんと演じて日本でも公開しなきゃいけない、それも一つのこの映画の使命だろうなと。でそういうふうに、ある意味こう危険性もはらんだ、論議を醸し出すかもしれない、そういった作品を、あえて引き受けようというのは、やはりそういう海外での生活、そこで感じたさまざまなことが一つ後押しをしてくれたんじゃないかなというふうに思います。そうですか。ラストサムライから去年で丸10年が経って、こちらに拠点を移してから8年が経ったわけなんですけれども、その間に役者真田広之の中の変化ってどんな変化がありましたか？自覚としてはそんなにないんですけども、やはりどこか日本から世界を見ていた時の視野の狭さというのは振り返ると感じますし、何かこう異個人になって、島国根性じゃないですけど、もちろんハリウッドに対する警戒心も、それから日本映画としての誇りと、何かこう距離を置きながら、なるべくこの日本人らしさを失わずにどこまでいけるかという、そういうところで始まった
こちらでの生活なんですが、和洋折衷を現場で求められた時のその許容範囲といいますか、そういったものは少しずつ広がってきたかもしれませんし、一役者として発言できる変えられる範囲というのはもう限界が見えてきたので、そういう意味ではちゃんとタイトルを取り、制作としても関わり、発言権を持って、変えていく、まあ、それでも一作二作ではね、その日本人のイメージ、こちらから見たイメージですとか、それから同じアジア人は一括りになりますから、どこの国の文化とか服装にしても理解はされないので、しっかりそういったところに、責任者を置き、スーパーバイザーも置き、自分も制作者として発言はできるという、やっぱそういう形に少しずつ持っていかないと、本当にもう何十年かかるかわからないことになってしまうので。最後に視聴者の皆さんへメッセージをいただきました。今回レルウェイマン、こちらで公開になります。非常に日本人として苦い部分もありますし、デリケートな題材ですけども、純粋に映画として楽しんでいただいて、その後に何かこう、じゃあこれから自分たちはいろんな国の人と一緒にいい未来を作っていくためにどうすればいいのかなみたいなことも少しこう考えるきっかけにでもなれば、ありがたいなと思ってます。英国の俳優、オーストラリアの監督、女優さん、日本人の俳優が結集して力を合わせてこの映画を作ったということも、また一つの世界に対するいいアピールになるんじゃないかなと思って、参加できたので、そういった、また違う次元での、メッセージも受け取っていただければありがたいなと思います。ぜひご覧ください。アメリカに住む日本人としてこの映画は見なければと思いました。そして真田さんプロデュースの映画もぜひ見てみたいです。この映画ザ・レイルウェイマンは明日全米で公開されます。映画の情報とご紹介しきれなかった真田さんのインタビューは Today's Eye Plus でご覧ください。